今回私たち、対バンでございますゲントツというバンドで、話していただきます。私、先ほどの彼の専務とギタリストの井原です。ウェイ、飲んでる、飲んでますか。井原さん変わったわね。まあまあ、知らない人が多いから、知らない人が多いから、こんな人じゃなかった。はい、うちは今この辺にいたしましたですね。皆さん、このバンドもやっぱり踊りのバンドですから、ちゃんとオープニングからびっちり踊れるように、この辺もこんなところにほらね、もう卓球ができるぐらいの広場作ってありますので、ダンスフロアがちゃんと控えてますからね。ちゃんとあの、あ、でもショーはリストじゃないんだよ。リストじゃないかって。リストじゃないの。じゃあ特に踊らなくていいですか。でも踊ってくださいね。ぜひ踊っていただきたいです。まあまあ、はい、年末なんでね、やっぱりこういう時は楽しまないと損ですからね。皆さんはぜひフロアに出てきて、バシバシ踊って騒いでノリノリでいきましょう。まあね、今日はね、あの僕の誕生日でもございますけれども、明日はあのクリスマスイブでございますので、それも合わせて祝っていただければと思います。さあ、そろそろお迎えやってもらいましょうか。はい、後ろの方いいのかな。 OK、 それでは東京ジュテイメント皆さん、大きな拍手をお迎えください。
紹介してくれましたけどね、東京支店ね、長いことやってますけどね、今日はちょっと踊ってくれる人がいてくれて、いつもありがとうございます。まあ今日はちょっとね、いつも違ってディスコっぽいのはちょっとダメですけど、ロックで、ロックな曲でちょっとね、今日やりますんで、よろしくお願いします。誰か俺にビールを恵んでください。それじゃあ行きましょう。いや、行っちゃいましょうか、うん、行っちゃいましょうか、もうね、あのもう踊今日はハードロックで行きますよ。行きますか。Yeah.
Thank you.
Mama, love each other, but now we've got it all in our way. Mama, ooh, I need to make
さあ、それでは、ドレミファソラシド。
今日がね、最後まで飲む方がいらっしゃると思いますけどね、私、最後まで朝までお付き合いしますので、出ないと死んじゃう。明日休みですからね。全然大丈夫です。皆さん朝までちょっと頑張って、誕生日やってあげてください、よろしくお願いします。まだやってますね、なんかね。友達久しぶりだな、おい。友達どこ行った？久しぶりだね。声出てないな。トラ1本取られたね。いや、今ちょっとムカッとしたでしょ。ちょっとムカッとした。じゃあまあ、それそのことで OK ですか？はい。じゃあ最後まで盛り上げていってください。よろしくお願いします。Speed up.
Oh,
しい楽しい東京自転車の皆さんの演奏、疲れちゃいましたよ。疲れちゃったんですか。大丈夫ですか。次の大丈夫ですか。どうもありがとうございました。ああ、リュウジさん、肛門ありがとうございました。どういたしまして。肛門、肛門と肛門、まあ、広がっちゃいましたよ、私の肛門。本当に大体3センチくらいかな。本当に結構太いのが出ることがあるので、すみません。すみません。これはもう、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 この後、この後、皆さん、この黒と袋で今日は触ってくれるそうですので、皆さん、はい、並んで、並んで、さらに大盤でございますので、さあ、じゃあ、これでですね、私も、もう、あちらの幕の向こうに、処女幕の向こうに行かないといけないので、ぼちぼちもう失礼させていただこうと思いますけど、はい。それでは、まあ、今一つね、東京受験部の方々に温かく熱烈な拍手を、ね、今一つじゃないで、今一度よろしくお願いします。拍手どうぞ。どうぞ、おめでとう。はい、さあ、そろそろ準備がありますよね。はい、いらっしゃいませ。今日は僕の誕生日にですね、たくさん飲んで、おそりもたくさん飲ませていただけるとありがたい。あれここで金ちゃんとお茶を分けたったんですけど、金ちゃんが出てこない。東京受験部の6月からお世話になり、金ちゃんには本当にお世話になっています。そして金ちゃんの使ったマイクを使うとツラがいっぱいついてるでしょうね。で、本当に、あ、これぐらい本気で歌わなければダメなんだよ、スマホに出して歌わなければダメなんだよ、いうことを。今日はピンクキャデラックの演奏の方、たくさん踊りの得意な方、たくさんよく見たことがあるお客様がたくさんいらっしゃって、よかったですね。で、この後のゲンポスは YouTube で動画に上がってましたね。オールディーズ、オールディーズの曲、楽しみですね。ピンクキャデラックにぴったりな曲。金ちゃん早く来ちゃった結構つらい。どうも、どうもありがとうございました。
ですね、まあ、むさ苦しい音が出てきたところで、皆さんがね、楽しいわけでもないし、僕はもう、ルーさんにどんどん話したいと思って、ちょっとへこんでましたけど、いかがでしたでしょうかね、この気持ちをね、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、ですね、まあ、この後のゲントスはですね、僕まだ正直一回も聞いたことないんですけど、いや、素晴らしいバンドと伺っておりますが、どうでしょう、皆さん。もう素晴らしいです。